この動画は私がまだ派手な髪色だった時に撮った動画なんですけど、ずっと編集をしてなくてアップするか迷ったんですけど、最近ウイルスなんかの影響で家にいる方がちょっと多いのかなと思ったので動画アップすることにしました。私自身 Vlog を撮るのがすっごい好きなんですけど、最近外にも出れなくて全然撮れてないので、こちらの動画にアフレコしながらね、今日はお見せしていきたいと思います。この動画は冬の期末テストに向けて勉強している1週間の様子を収めたものです。ASMR っぽい感じで BGM なしで撮ってみたいと思います。今日は早めに勉強を終えて帰りたいと思います。お昼ご飯を食べに来ました。こういう勉強系の動画を上げたら勉強しかしてないように思われるかもしれないんですけど、全然普段はそんなことないです。あとこの前大学で YouTube についての講義の方もさせてもらいました。インスタグラムで質問箱をしたところ、私のネイルに興味があるって方が多かったので、ネイルの方も紹介しようかなって思ってます。
パソコンを長い間使うときはメガネをかけます。大学生になってからパソコンを本格的に使い始めたので、日本語のタイピングはめちゃめちゃ遅いんですけど、韓国語は割と早く打てるようになりました。私がまとめたノートを少しだけお見せしたいと思います。私筆箱にはほとんど何も入ってないんですけど、この蛍光ペンが好きで何色も持って歩いてます。私の1週間の勉強記録はこんな感じです。ご視聴ありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバイ。